公飛行は、新松民発の武術家、医師である。元の名は、公爵将、字は、達し雲、も、妖名を、貴彦馬と名乗る。原石は、関東省公衆府南海県西木揮リレー、西六船村。写真、関東実決の一人に称された武術家、貴機の息子で、父より、南波昌林県の一派である、高野県を叩き込まれ、父と共に、 中国各地で演武及び武者修行のルテン旅を続ける少年期を送る。その技は十三歳の時点で、すでに道場を主に匹敵するほどの完成度であり、少年英雄と称された。やがて父の死に伴い、父が経営していた、漢方薬局兼憲法道場である宝芝林の後目を継ぐ。欧米列強の進出に伴い荒れる時代を予測して、 農民たちに武道を教え、自警団を引き民間レベルで治安の混乱を防いだ。後に、官軍や警察などにも、同様に荒野犬を教授し、動乱時代の国の治安維持に尽くした人物として、現在も評価が高い。仏山市の中心地区にある祖病の隣接地に、仏山、高飛行記念館が作られ、家族の紹介や、関連映画、越劇、 武教小説に関する展示などが行われているほか、演武や獅子舞が披露されている。中国の武術家の中で最も多く映像化されている、高飛行の彼は、電影史上のヒーロー、中国近代史上では最大の武術家の一人。フッツさん、高飛行記念館の入り口、高飛行の代表的な技として有名なのが、無縁足である。これは正式な技の名称ではないが、 その素早さは、疾風のごとく、地面に足の影さえ映る暇もないほどの素早い、連続足技だったことから、この名で称された。もともと足技主体の北派少林剣の一種の、遠征剣の技だったが、清を取りは、北派の武術家、総明堂と自分が伝承してきた、荒野剣の技の一つ、鉄線剣とこの足技を、交換教授して得,得し、以後は、 自分の代名詞となるほどに磨き上げていった。無衛足についての公式な試合記録は数点減存しているが、いずれもその脅威の速度と破壊力に言及しており、足技においては、彼以前も以降もないとされている。彼の伝えた武器は、虎剣、鉄千剣、銃独手、媒下剣、媒下十字剣、夜、虎手林、二竜宗玉、三、夜剣、五郎八家根、 古町しぼと日向など多岐にわたり、高級技法としてご経験と重経験を学ぶ。日お鳥とりは、中でも、虎型剣を大変得意とし武術仲間から、虎地とあだなされるほど多様したと言われる。また父、騎景伝の五郎八家今夜少林五虎の一人、鉄橋三の弟子、林福成から学んだ、鉄線剣を練習すると、 屋根瓦が震えるほどの豪雄な呼吸法だったと言われる。獅子舞の名手としても知られ、その技術の高さから獅子王という称号も持つ。費用取りの没直後から中国各地の新聞や雑誌などで、高飛行の電気小説や武勇伝が盛んに連載されたことを機に一気に費用取りの伝説は広まる。彼を題材とした映画は、 第二次世界大戦後である民国38年に制作された関徳京主演の高飛行伝上州無知風滅色が最初である。以降、おびただしい数の費用取り映画が制作され、2007年現在までに香港で制作された費用取りを描く寒風映画は84本に上り、これは、 同一題材で制作された映画の数としては、現在世界最多でギネスブックに掲載されている。彼を主人公にした作品で、日本でも著名なものは、ドランクモンキーヨイケニや、ワンス・アポ p ア・タイム・インチャイ c h シリーズなどがある。コーヒコーと香港映画の関係費用取りの弟子の一人で、あり彼の片腕とされた、武術家、林よ、栄の弟子。 すなわち、ひおおりの孫弟子にあたる劉福賀氏の息子が、劉慶涼である。ひおおり直径と言われる荒野剣を、父から学んだ劉慶涼は、その完成度の高さから、荒野修士と称されるが、もともと父が武術家としての傍らアクション映画に、早くで出演していたことから、映画関係にも明るく、やがて、ショーブラザースを、はじめ数多くの香港映画界で、 カンフー映画の武術指導を手掛け、自身も多くに出演するなどして、香港カンフー映画の流星を支えた。なお前日の新聞等で連載された日を取りの小説の作者、主具祭も、本来は林正英の弟子の武術家である。日本の作家、東条太郎も、コーヒコーを主人公とした活劇小説を3冊刊行している。また、 カジケンゴによるシャーロック・ホームズを主人公とした小説バトルホームズシリーズの2巻にもコーヒコーが登場する。台湾のゲームメーカーイグスが発売した対戦格闘ゲーム形意見はコーヒコーをモチーフとしているが日本で発売されたバージョンでは全て架空の人物名に改変されている。ありがとうございます。